パン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 ドラボックスのマスケちょっとさヒロです。はい、タカピです。はい、はい、今日やる企画は、マスケに寄せろ以心伝心ゲーム。まあ企画の内容としては、まあ、これマスケさんマスケさんマスケさん、もうちょっと加わった方がいいかもしれない。企画の内容は、企画の内容はこうマスケさんね、我々結構一緒にいるんですけど、まあそのね、意思があってないとおかしくないんじゃないかと。そうだね。考えてることをね、わからない。何でもわかるぐらいの感じ。このグループ YouTuber として活動する以上、まあそういうことが非常に大切かなと思って。大切。大切。大切かなと思いまして。そうですね。はい。もう早速やっていこうかなと思います。ね、あ、はい、結構簡単な内容なんで。クイズ？クイズは。うん、よし、やってこう。よし、やってこう。よし、よっしゃ！やっていきま。やっていきま。やっていきま。ショータイム。不倫の女性の写真が、ここに写ってるんで。はい。はいはいはい。それを上から順に A B C D として、はいはいはい、マスケさんはどの女性が一番好みかなという。はいはいはい。決めてもらって僕ら二人が当てるという、はい、はいはい、うん、俺のもこれで当てるついでに自分は何番っていうのを作らん。あ、分かった。あ、いいよいいよ。二人は俺は何番みたいな。あ、全然いい。上から1、2、3、4 ABCD ちゃうんって。ABCD って言ったっけ、うん、ごめん。じゃあちょっと選んできます。はいはい、選んでこう。俺のちょっと目つぶってこう。悩みどころだねこれ。目つぶるわ。動いてる動画が見たいね。静止画じゃなんか伝わってこない部分とかありそう。そうやな。つぶってないやん。おい、せこいぞ。おい、せこいぞ。めちゃめちゃ目せこいぞ。バレた。つぶらんのかい。なんでお前。悩みどころですね、これは。決まった？いや、決まってないです。決まってないです。全然決まってないですよ。決まった？いや決まってないっすよ。決まった？いや、ない。しつこいな。あ、よしてよ。決めてよ。こんな一瞬感覚やろ、こんな。書きました。僕は決まりました、はい、目開けていい？いいですよ。しこれじゃないの？これじゃないの？これじゃないの？これじゃない？これじゃないの？君そこで止まってるけど、この画像どう？え、俺も結構分かったけどね。じゃあ僕からいきます。お願いします。マスケが、好みそうな女性は D。 あー、 D D の女性で、ちなみに僕は B っていう。なるほどね。はい。あ、 D で B。いや、ないね、 D で B。 D で B ってことや。そう、 D で B。 D で B。 はいはいはい、はい、いや迷った、俺ほんとそこと迷った。どうよ、どうよ、どうよ。俺行くわ。はい。俺が選ぶマスケが好きそうな女性は B。 B で、俺が D。 あ、 B。 そうなのよ、俺 D 好きで。なるほど、ね、なるほど、なるほど。なんか被ったら変かなと思って、うん、気持ち悪いし、なんか、うん、だからB で D。 どっちかかなと思ったで、はいはいはい、もう B で行きましたね。はいはいはい。また苦しいわ。じゃあ発表。正解発表。正解発表させていただきます。いや、はい、これいける。まあ、はい、そうだね、 B で D か D で B か、それくらいかってことやもんね。そう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 。じゃあ私の、はい、まあ画像のね、うん、はい、好みは、はい、 B。さすがやー。 B で B。 でもこの趣旨って3人揃わんと意味ないからね、結局。そうだから、ヒーローも当てないとグループとしてはダメみたいな。あー、でも俺は B 好きやで。第2問は、2018年12月18日現在において、はい、今マスケが一番関心を抱いてるニュース。はい、俺これ自信ある。何か、そう、はいはいはい、全然自信ある。分からへん。いや、もう最近のニュースで言ったらもうこれかなみたいな。まあ最近じゃないかもしれんけどね。
まあ、再現じゃない、まあ、今年中やったらいいよ。あ、今年中？そうそうそう。あ、まあ、なるほどな。今もう今年の最初の方でもうこれが今年のベストオブニュースやなっていうのが。あ、俺が言っていいの？いいよ、自信ある。よろしくお願いします。はい、巨人上原の自由契約問題。ちょっと見えてへん、あんま見えてへん、あんま見えてへん。なんで？巨人上原の自由契約問題、これでしょ。そうやろ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、どういうこと？知ってます？あんまり。いや、お前好きなだけやん。全然知らん。何を言ってるかちょっと。嘘。え、自由契約した？まあ、あのヤフーニュース見てください。じゃあ、いきます。これでしょ。マスケが選びそうなニュース。貴乃花離婚。ああ、まあね、確かにスーパージネタやね。そうやろ、貴乃花好きやんか。貴乃花好きか、俺。まあ好きっちゃ好きやけどな、うん、でおもろいなっていうか、なんなら多分最近のニュースしか覚えてないはずやから。まあまあ、最近のニュースで結構出てるの貴乃花の離婚でしょ、うんうん、よ。どういう向きになってるか見るね、うん、ここやな。お願いします。はい、辺野古に土砂投入。意外とニュース見てるやん。めちゃめちゃ真面目やん。うん、真面目。俺らふざけすぎたやん。いや、土砂投入して玉城デニーが戦うでみたいな言ってるけど、実は玉城デニーなんか批判派だけど、うん、なんか実は俺の中だね、うん、実はもう玉城あれって玉城じゃないの？分からん。え、玉城？玉城多分裏で繋がってて、なんか国民の前ではやめて、やめろやめろって言ってるけど、実はなんか裏ではどうぞどうぞどうぞみたいな言ってんじゃねえのかなって。めっちゃ早くちゃった今。めっちゃ早くちゃった。なんかめちゃくちゃ考えちゃうね、いろいろ。めっちゃ喋るね。めっちゃ喋るね、君。そもそも辺野古好きなの？そもそも基地なんだけど。いや、止まらん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 。米軍問題好きや。そうそう、戦争止まらん。全然止まらん。全然止まらんよ、お前。次の真似行くよ。次はマスケは自分でどれぐらいおもろいと思ってるのか、100点満点で自己採点。まあこれ重要。うん、うん、マスケは自分のことを65点だと思ってると思います。マスケという人物、うん、自信家であってほしい。はい、100点。ああ、はい、え、ちょ、分かれたよね、俺たちって。結構分かれた。分かれちゃった。結構リアルなやつ。65点みたいなやつ、ね。うんうんうん、私は面白いと思うのは満点。もうこれはなんか点数な、100点とか50点とかその数字で測るんじゃなくて、もう全て満たしていると。まあ、自分で面白くないっていうやつは本当面白くなくなっちゃうんで、僕は満点だと思いました。じゃあこっち向いて。怖い、なんかがある。はい、こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて。あ、ビーカスされてる。ちょっと待って、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 ちょ